相手の心を開く方法。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、今日は群馬県の吹割シードレリアさんにお邪魔しています。こういうシードルというですね、リンゴの酒があります。発泡酒ですね。これを飲みながら今日はお届けしていくという趣向でございます。今日は質問いただきました。デッコさん、26歳男性、動画コミュニケーションの能力のコツを拝見しました。自分の場合、いくらコミュニケーションを取っていてもなかなか相手が心を開いてくれません。カバサワさんのコミュニケーションに関する動画を見て実行してるんですが、意外とうまくいきません。こんな状況の時どう対処すればいいのか教えてください。私の本でもかなりコミュニケーションの取り方とかいろいろ書いてありますね。アウトプット大全にも書いてあるし、ストレスフリー超大全にもね書いてありますけども、相手が心を開くかどうかっていうのは自己開示の法則っていうのは結構心理学では有名なものがあるんですね。自分が心を開くと相手も心を開いてくれる、そしてもうちょっと自分が心を開くと相手も心を開いてくれる、こういう相手が心を開いたのでこちらももっと心を開いていくという、心をオープンにするというもののキャッチボールのように繰り返していくというのが自己開示の法則ということなんですね。逆に言うと、自分の心が閉じているのに一生懸命コミュニケーションしても相手の心が開かれるということはありません。あと、相手が心を開いてくれないっていうふうにおっしゃるけども、じゃああなたは心を開いているのかよって話なんですよね。だから自分の心が閉じていたり、自分の心の開き方が中途半端だったり、自分が心を開くことに恐れや恐怖を感じていたとしたら、相手もそれ以上に心を開くということはそうそう起こらないわけです。そういうキャッチボールのようなものなので、自分からちゃんと相手に向かってポジティブでウェルカムで親密なコミュニケーションのボールを投げているかどうかということなんですね。だから心がオープンになってなければ、いくらコミュニケーションスキルを書いた本ってたくさん出てるけど、ノウハウだけやってもですね、心が開かれることはないと思いますね。なので、コミュニケーションを取ってるつもりですけど相手が心を開いてくれないっていう質問を聞いたとき、私としてはまずあなたは心を開いてるんですかっていうふうにね思います。よくあるのが、例えばね、精神科の病院に通院し始めたときにね、主治医の先生がしかめつらで全くコミュニケーションを取ってくれません、なんてひどい先生なんだみたいなことを言う患者さんがいるんだけど、患者さんとドクターっていうのもやはりこの同じようなコミュニケーションの自己開示の偏方性っていうのがあるから、患者さんの方があまりにもガードが硬い状態で細かいこと聞いてくれるなとかですね、私あなたこと嫌いですからみたいな、そういうオーラを発してる人にいくら先生が優しい口調で語りかけてもですね、全く関係性っていうのは深まらないですね。だから、そういう主治医の方が嫌いです、主治医が大嫌いですっていうことを言う患者さんは、そういうものを普段の診察でも主治医に対してノンバーバルにそれを相手に伝えている可能性があるとしたら、主治医の先生がいくらコミュニケーションを取りたくても近寄るようがないし、無理やり心の扉を開くようなことはできませんので、まず自分がある程度心をオープンにしていかないと、相手もオープンにしようがないというのが自己開示の偏方性の法則ですね。これをよく理解してほしいなと。だから、大体コミュニケーションがうまくいかないっていう人は、じゃああなたはどうなんだと、あなたはオープンなマインドで人と接してるのかって言った時に、そうじゃない人が多いなというのが一つの印象でございます。あとですね、コミュニケーションのスキルを使って相手と親密になっていこうという、相手を動かしたり相手を変えていくっていう、そういうコミュニケーションスキルの本っていうのがたくさん出てるけども、一方で他人を変えることはそう容易ではないっていうこともありますよね。相手の態度や性格や生き方や考え方を変更させるっていうのはそう簡単ではないっていうことを一つあります。他人と過去は変えられないっていうことをよく心理学では言うんですけども、だからあまりにも相手を自分に振り向かせようっていうことがやりすぎちゃうと、さっき言ったように相手が心の扉を開いていないのに無理やり開くようなことをしちゃうと、むしろマイナスの効果っていうのが生じてきますね。だから他人を変えたり、あるいは他人を自分に振り向かせたり、あるいは親しくなりたいっていうのは分かるけど、あまり焦りすぎるとですね、マイナスの効果しか出ないわけですね。相手の心の開き具合に合わせてこちらも開いていかなきゃいけないので、こちらが焦って無理やり相手の扉をガーッと開こうとすると、相手から嫌われるってことが起こってくるわけです。もう一つがフラットな人間関係、横の関係と言います、これをね。もう一つは上下の関係、相手をコントロールしようとする縦の関係という、この二つの人間関係があると言われてるんですね。アドラー心理学なんかで言うんですけども。で、相手を変えようとか、相手を動かそうっていうのは、相手をコントロールしようっていう人間関係なので、縦の人間関係になってしまうわけです。相手を支配するような人間関係ですね。これっていうのはあんまりよろしくない。会社の上司部下みたいな感じになってしまうので、それを友情の関係であるとか恋愛に持っていくと、おかしなことになりやすい。まあ、こじれやすいっていうのかな。問題が起こりやすい。そういったことになってきてしまいますから、あまりにも心理テクニックとかコミュニケーションスキルを活用しすぎてですね、相手を自分の思うがままに誘導しようっていうのは、私はどうなのかなというふうに思いますね。もっとゆっくりとして
してね、スローな感じで接していくと、いわゆるザイオンス効果っていうのがありますけど、単純接触効果っていうのがありますけども、何回も会えば会うほどコミュニケーションの回数を増やせば増やすほど道になっていきますよってことがあって、例えば精神科の患者さんでもね、1ヶ月とか2ヶ月で患者さんが心を開かないのは当然で、私は半年ぐらいかかってようやく心を開いてくれればいいかなぐらいの心持ちですね。3ヶ月で心を開いたら早い方で、6ヶ月だとまあ1年ぐらいでまあまあ開いておいてくれれば結構治療はうまくいってんじゃないのっていうふうに考えます。患者さんの場合、本当に1回目2回目3回目ぐらいの診察ぐらいで、3回目の診察ってことになると1ヶ月か2ヶ月ぐらいの間で何かすごい人間関係が進展してないとですね、ちっとも治療が進行してないっていうふうに思うかもしれないけど、それは急ぎすぎですよね。人間関係で急ぎすぎてもいいことって何一つないので、そういうふうに相手のペースで少し待ってあげるとか、立ち止まってあげるとかっていうことがとても大切です。さっき言った相手の心の扉が開いてくるのを待つってことがとても重要なので、なので一生懸命頑張ってる相手がなかなか心を開いてくれないっていうのは、どう見てもあなたの方の心の開くタイミングの方が早すぎるので、もう少しスローなペースでですね、気長に関わっていくということが重要かなというふうに思いますね。私もずっと30年ぐらい精神科医をやって思うことは、こちらでやってほしいスピードと相手が実際に動き出すスピードっていうのは3倍ぐらい違うっていうことですね。例えば朝散歩しなさいって言っても、患者さんが朝散歩始めるのは半年後ぐらいなんですよね。3回か5回ぐらい言ったらね、やってほしいとこなんですけど、10回とか20回ぐらい言わないと、半年とか場合によっては1年ぐらいしてようやく朝散歩を始める患者さんが多いです。相手にやってほしいのと自分が思ってるのと時差っていうのがものすごいあるんですね。私は3倍ぐらいあるので、あなたの心のスピードを3分の1ぐらいにスローにすると、ちょうど相手と釣り合うっていうのが、そういう心の時間差の取り方というふうに考えたりしてますので、その辺も含めてね、あまり急がないで相手と親密度を深めていってほしいなと思います。